アナグラです。アーシングって知ってますでしょうかね。簡単に言うと、体内に溜まった電気を放電するっていうことなんですけども、まあ、一応健康法ではあるのかな。本も売れてる本がね、結構売れてる本がありました、あったりするんですよね。まあ、例えばまあ、人間は靴を履いてますよね。で、動物はみんな素足ですよね。生きてる状況で、状態で素足で生きてますよね。で、体内に溜まった、まあ、摩擦なんかで動物が溜まるんです。それは全部足から地面に通してアースしてますよね。放電してる。だけど、まあ昔の靴はもっと素悪で、地面にね、ちょっと放電したりしてたんですけど、材質も含めてね。今の靴ってのはしっかりしてて、放電もしなかったりするわけですよ。まあそれが当たり前のように靴を履いてますけど、生物として考えたらどうなのかということで、まあ今電化製品ももちろんあるし、普通に歩いてたって電気が溜まるわけで、それは体に及ぼす影響っていうことを問題視してるわけですよね。だから、まあ、簡単にアースする方法としては、まあ普通に靴で外で歩いてて、例えば葉っぱに触ってもその木を伝わって、地面に土に伝わってアースするんですよ。これ数字的に。で、じゃあ同じ木でも雨上がりの方が水分が表面的にもあるんで、余計にアースするんですよ。放電してくれる。その量は、その対象物によって違うんですね。じゃあ葉っぱより木のね、本体を触れば、余計アースの数値は上がったり、で、道でもアスファルト、コンクリート、土、砂、それぞれ違ったりするんで、ね、そうだな、アスファルトより、まあアスファルトのいろんな、まあ、種類があったりするんですけど、まあコンクリートの方が良かったり、土の方が良かったり、まあ、もちろん自然である土が一番いいわけですけども、まあそういったことで、まあ、地面については、まあ、素足で歩く、まあ、もうそのままアーシングですよね。自然の姿なんで。で、まあ、それを利用した健康道具、アーシングキットなんかも売ってまして、アーシングの、なんつうかな、日常的、例えばパソコンやりながら、そのシートなんかの上でやれば、足から全部家の、なんていうの、アースの線通して外に放出するみたいな。それも寝具はあったり、シートとか毛布はないかな。で、自分で作ってる人もいますね。まあ、お風呂のやつもあるし、まあいろいろなアーシング製品ってあるんですよ。で、海外の医者かな、あれ、血液アーシングした人と、してない人の血液を比較したのかな。そうするとやっぱり
あの血液の流れが違ってたり、その効果が証明されてる映像があったりしたりするわけですよね。じゃあどれだけ効果が本当にあるのかって言ったら、自分はちょっと本当に毎日外で素足で歩くような状況に持っていかないとそんな効果はないだろうとはちょっと思ってはいますけど、まあね、外でまあそういうような靴も売ってるんじゃないかと思いますね、アーシング。まあ24時間のうち、まあ、寝具はアーシングシートとか使って、で飯食うとこではアーシングそのマットかなんか使ってね、その上で生活ってらアースされるんでしょうけど、まあどこまで影響があるのかっていうことと、現実的にどこまでできるかっていうのはちょっと疑問があるんですけどね。ただいろんな数値の実験なんかみんなやってる人多いですけど、アースされることは確かですね。だから、効果はあると思いますね。医者なんかもちょっと賛同してる医者もいますしね。ただどこまでかっていう疑問は感じながら、生活の中に取り入れてる人もいますね、医者で。まあそんな感じでね、まあよくまあ同じ話になるけど、よく考えてみると人間だけなんですよ、地面と離れてる動物って。これ結構やっぱ説得力あるかなと思って、まあそんな話ですね。まあ電磁波とか帯電のね問題とかいろいろこれから長い年月かけて人体にどんな影響があったかっていうのはもうね、何十年後かに立証されるかもしれないですしね。この携帯の電波関係も含めて、まあそんな感じですね。ありがとうございました。アナグラでした。